スタートしました。ほぼ揃いました。さあ、先行争いです。横に広がっています。外から18番オーキッドテスオールさらにその内から17番ブライティアセルバ。うちにコースを。 取りながらじわっと前にいきますが、最内からは1番のブレーブ・ジュニコーも先端へ、さらに5番のカフェ・シュバルツ、そしてスト17番、ブライティア・セルバ先端3頭に、直後14番、サトノセシル、さらに内8番のヤギリ・オーディン並んで1番審査、内から3番のハンター・バレーの追走、外にヤギリ・オーディンがいて、1コーナーのカーブです。 先手を取ったのは1番ブレーブユニコーン1馬身のリード5番カフェシュワルツ2番手1馬身半17番ブライティアセルバ3番手半馬身内8番ヤギリオーディン4番手5番手に外14番サトノセシル1馬身半馬身内は3番ハンターバレー12番ココリアッピア並んでいって向こう上面1馬身左4番ブラックアンバー内から並んでいく7番のアドマイヤクロス2頭の後ろは1馬身半外から13番ココリガストンとそれから18番オーキッド・テソーロ から10番のフェリスナタールそして西内をついてそれに接近6番のジャムジャマ1馬身サスの後ろ内から11番の鳳凰ビクトリー外には15番のフォーティーラブそれから2馬身16番西のプレジール後方2番手2番のヘブンリータイムそして最高峰2馬身サ9番サプライズフェスタという体型。3コーナーのカーブ 内から1番のブレイブユニコーンわずかに先頭34コーナー中間へその外にはカフェ・シュバルツさらにはブライティア・セルバそして里のセシルが並んでいってオーストはココリ・ガストン。 第4コーナー残り400を通過そしてその間にはココリアッピア第4コーナーから直線へババの真ん中に持ち出して里のセシルブライティアセルバそしてその内からはカフェシュワルツ食い下がるそして最内には1番のブレイブユニコーン残り200を通過オーストからはホーウォービクトリー間からはココリアッピア突っ込んでくるさあ抜けたのは14番里のセシル2番手の争いにホーウォービクトリーが上がってきた先頭14番里のセシルゴールイン3番手は接戦最後は8番ヤギリオーディン上がったかカフェシュワルツブライティア 3藤七段の3着争いです。